商材やってたんですよねやってましたうんそんな感じなの情報商材って情報商材は僕やってたの稼ぐ系なんですよ与沢さんと同じでだからこんなのやって稼げますみたいなで例えば100人生徒みたいのがいたとしたら正直僕の言ったことをちゃんとやりきれる人間ってもう3人ぐらいしかいないんですよだから残り97人は途中で諦めるんでどっちにしろ僕のノウハウがあってようが間違ってようが無理なんですよっっていうシステムななんんでかやぱその 自分の中では間違ったこと言ってないんですけど、罪悪感はちょっと募るというか、結果実践できないんで。っていうので、あとなんかその、稼げたんですけど僕も。僕も月に2000万くらいマックス出したんですよ、情報室で。結構うまくいったんですよ。口がうまかったかわからないです。YouTube 使って。その時も YouTube の僕、広告で、YouTube 広告で僕動画出したんですよ。労働者のあなたへっていうタイトルで、YouTube、ヒカキンさんの動画とかの広告出して、それでメールマックヒカキンの動画の広告に、 情報商材出てたの出てました当時、えー、それ無法地帯だったんですよ当時すごいで僕<れ>あの月に500万ぐらい広告費出してでそれでメールマガジンの,あの人をめちゃくちゃ獲得して、うん、多分1日でだってマックスの時2万人とか獲得できたと思うんです確かでそういう本当に無法地帯だったんですよその時 YouTube 広告時代があんまり有名じゃなかったんでんでそれを短期で半年ぐらいやってガッて稼いで、うん、で でもこれなんかあんまり人に誇れないなってなったんですよ。やっぱり。これ別に、なんか法律には触れてないけど、あんまり稼、いでない。いや、まあまあまあ。そうじゃないですか。なんかグレーだし。1個どれぐらいで売ってたのえっと、1万ぐらいの商材とか、あと、18万とか、売ってました。で、これやめようって思ってスパッとやめましたね。それで YouTube に。僕は、もう完全にシフトして。シフトしてゲーム実況からスタートして。まあある程度お金そこで稼いでたんで。ああ、そうかそうかそうか。はい。実際僕はその、 昔、本当に、まあ今だから言えるんですけど、もう本当に悪だったんですよ、僕って。本当に。純粋に悪というか、うん、ああうなんか、悪というか、なんか稼げれば OK みたいな。うん、別に法に触れてなかったらいいでしょっていうベースがあったんですよ。だから別に、うん、なんか、誰かを幸せにしようとか思ったことも本当なくて、うん、なんか、純粋に稼げれば OK で法律に、法に触れてない。じゃあ、OK なんだっていう認識だったんですよ、僕は。本当に。うん、それがやっぱ YouTube 通じて変わっていって、今、 まあね、いろんな人たちに会ってるし。はい、そうそう、だから本当に昔は。再生されてるしね。はい。